ネッカーは1957年から1971年にかけてフィアットとアウトビアンキの車をライセンス生産していたハイルブロンを拠点にしていた西ドイツの自動車製造業者である。NSU 社は世界恐慌により1929年にハイルブロン工場をフィアットに売却した。フィアットはこの工場でフィアットトッポリーノとバリッダを NSU イコール、フィアットのブランドで、ライセンス生産し始めた。1957年に、NSU 社は、乗用車の生産を再開することを決め、NSU イコールフィアットにその名称を変更するように依頼したことで、NSU イコールフィアットは、ネッカーとなった。ネッカー社は、年産2万5000台以下で、多少の変更を加えた、フィアット500、600、 1100の生産をしており、しばしばフィアット本社が、トリノで作るものより豪華で、スポーティな車を製造した。1961年に、フィアット1500と、ネッカーパノラマが発売されると、1962年には、ネッカー車は、年産5万台に達した。ネッカーミストラルと呼ばれる1500から派生した、格好の良いクーペが設計され、 フィアット600を基本にしたクーペとコンバーチブルがネッカーリビエラとして生産された。ネッカーアドリアとして生産されたフィアット850がネッカー車の生産した最後の車であった。イタリアと比べて高い西ドイツの労働コストがネッカーの名脈を立った。フィアットは新しいフィアット124、125と128。 のライセンス生産権をネッカーに売ることを拒否し、1962年に5万台あった。ネッカーの生産台数は1963年には4万4千台に、1964年には2万2千台に、1967年には1万7千台に、1970年には1万2千台に加工していった。ネッカーは、 総計37万台を生産して1971年に廃業した。ありがとうございます。